道の駅音更は道東自動車道の音更帯広インターチェンジ南側近くに位置し施設の面積はおよそ1960平方メートルです中には9つの飲食店があり十勝の豊かな食材を使用したオムライスやカツバーガーなどのグルメを楽しむことができます音更町とゆかりの深い作曲家の伊福部明さんを紹介するコーナーもあり 手がけた映画音楽にちなんだゴジラの巨大フィギュアなどが展示されています今月15日にグランドオープンします